1>, 1世紀のルーシ諸国。南に離れたアゾフ海南部に位置するのがトムタラカニ公国。トムタラカニ公国は10世紀から12世紀にかけてタマン半島の都市、トムタラカニを首都としたルーシの公国である。公国の領土にはタマン半島に加え、対岸のクリミア半島の東部も含まれており、おそらくクバン川下流域をも領土としていた。 トムタラカニ公国は民族の多様性という面において他のルーシ諸公国から抜きん出ており、カソグ人、アラン人、ルーシ人、ハザール人、ギリシャ人、アバザ人等が住んでいた。キエフ大公国によるトムタラカニの征服時期については資料の上に記述は見られない。征服は960年代のスビアトスラフ一世の東方遠征の際になされたか、またはウラジーミル一世期の 988年のルーシビザンツ戦争の結果として、キエフルーシ領に組み込まれたと考えられている。それ以前には、この地は、ボスポロス王国、ハザールカガン国の一部だった。988年、または1010 10年から1036年にかけて、広告は、キエフ大公ウラジーミル一世紀のこのムスチスラフによって、統治されていた。1022年にムスチスラフは、 カソグ人の子、レデジャを一騎打ちによって殺害し、カソグ人を征服した。ムスチスラフは後に、トムタラカにエパルヒニャの管轄となる教会を設立した。また、1024年には、キエフ大公やロスラフ一世を相手取った、チェルニゴフ近郊でのリストベンの戦いに勝利し、トムタラカに公国の権威の強化に成功した。1030年には、シルバンへの遠征を行った。 1032年には、サリルやアラン人と同盟して2回目の遠征を、1033年には、アラン人と同盟して3回目の遠征を行ったが、3回目の遠征は失敗している。1054年から、トムタラカニ広国は、チェルニゴフ公スビアトスラフの支配下に置かれた。続く11世紀後半には、スビアトスラフの息子のグレプ、ロマン、オレグエと行位は継承されたが、その間には、 他系統の公家たちも立ち代わり公家くらいについている。1083年にスビアトスラフの息子のオレグがビザンツ帝国海軍の援助を得て行位についたが、これが年代記上に見られる最後のトムタラカニ公である。オレグはミハイルという生命とともにマタルハ、ジヒ、ゼンハザールのアルコンとして著述されている。また、11世紀にはポロベツ族の活動が流星となり、 トム・タラカニは、ルーシ本土から隔絶した。ルーシの年代一期において、トム・タラカニが最後に言及されるのは1094年の記述である。その後、広告は、ビザンツ帝国領を経て、12世紀には、ポロ別族の勢力圏に組み込まれた。和田春樹、ロシア氏、P19 伊藤公の、ポーランド・ウクライナ・バルト氏、P100、イゲタ・サダヨロア・ジテン、P25、 ありがとうございます。